はい、どうもデルです。さて今回はですね、なんと6月17日にウルフハウルハーモニーの連続配信シングル第2弾となるラブトライアングルのリリースが発表になりました。ということで皆さん来ました。今ですね、青春をねテーマに掲げてですね、3作連続でリリースするというプロジェクトをね行ってて、その1作目がピンクフラッシュライツだったんですけれども、今回2作目のね発表がありました。ラブトライアングル、こちらがタイトルになりますということでね。はい、いやー楽しみですね。6月です。しかも6月17日です。私の誕生日の2日前でございます。嬉しいでございます。毎月ねウルフの新曲が聴ける。だからもう来月、要は7月のね半ばにもね、3作目のねリリースがあると思うんですけれども、今回ね2作目ということでラブトライアングルね、嬉しい、本当に嬉しい。誕生日がよりね楽しみになったなというふうにね思っております。まあ2日前なんでね、でもまあまあニアピンで誕生日プレゼントだと思っております。でですね、まあ今回ラブトライアングルということなんで、まあ恋の三角形、愛の三角形みたいなね、そういうイメージだと思いますね。リリース文にはですねこう書いてあります。青春の甘くも切ない三角形を描き、友情と恋愛の間で揺れ動く心の葛藤ともどかしさを、どこか懐かしさと哀愁感が漂うトラックと、ウルフハウルハーモニーの4人のハーモニーで紡いでいるじれったすぎるラブソングが完成、お楽しみにということでね。まあだから三角形ですよね、友人との三角形をね描いているということでですね、まあ、前作で出会いを描きましたね。要は一目惚れを描きました。あのね女性に対してですね恋心を抱きですね、まあ、衝撃が走ったと、ピンクフラッシュライトが走ってですね、恋心に落ちた様子をですね、描いていたんですけれども、そこから発展があって、そのですね、お相手をめぐって、まあ主人公ですかね、まあその一人と、友人が出てきてですね、この友情と恋愛どっちを取るんだというようなですね、心の葛藤ともどかしさをね描いていくということですよね。でですね、トラック面においては懐かしさと哀愁感が漂っているということで、そこにねウルフのね4人のハーモニーで紡がれるよと、じれったすぎるラブソングになってるということで、いやめちゃめちゃ楽しみですね。どうなるんですかね。だからこのトラック的にこうね哀愁感とね懐かしさが漂うってことなんで、ちょっとまあバラード的な雰囲気の放つ楽曲になるのかなというふうには思いますね。やっぱこうね、もどかしさというか葛藤とかもね描かれる、要は心情をね描くと思うんで、やっぱバラードが一番ぴったりなのかなというふうには思うんですけれども、皆様はですねいかが思いますでしょうか。ということでですね、そしてですねこのね、ラブトライアングルに関連しましてですね、1枚のですね画像が解禁されました。多分サムネイルにも使っていると思うんですけれども、これですよね、三角形の何やらクリスタルみたいなものにですね虹がピカーッとですね入っていって輝いているみたいなね、画像で、その中にですねウルフ君カッコ仮がですね見えておりますね。なんか結構ね何体もいるような、多分これプリズムみたいになってると思うんですけれども、ウルフ君カッコ仮、いつかカッコ仮を取ってくれ、早くね名前決めようぜ。まだカッコ仮なんだよ、ウルフ君カッコ仮って言わなきゃいけないんだよ、まだおいって感じなんですけれども、ウルフ君カッコ仮がいるんですけれども、何やら目が燃えちょります。燃えちょります。なのでもしかしたらバラードじゃないのかもしれない。うん、だから友情って言ってるんだけれども、でもちょっとどこかねラストはこうね、その女の子をね、狙うというか取りに行くというか掴みに行くというかね、その成就実らせに行く、恋愛を実らせに行くっていう方向に走ると思うんで、決意がね実ると思うんで、何やらこう燃えているんですよね。なのでそこから考えると、最初はちょっとね哀愁感漂うトラックなんだけれども、後半はこうスピード感が出てくるんじゃないかな。要はちょっとイメージ的に言うとスイートレインに近いとか、あとはシュガーハニーに近いとかね、そういう風なイメージもあるのかなと。ちょっと最初はね、暗い雰囲気というか悲しい雰囲気というか、どうしようみたいなちょっと心の葛藤を描いて、ラストのねサビに向かっていって徐々に徐々に気持ち高ぶってくるみたいな感じになるんじゃないかななんていう風に思いますね。だってもう
ギラってんもん、ウルフくん。ウルフくんが目緑に燃やしてるんだもん。ボーってなってるんだもん。もしかしたらそういうね、ストーリーだったりとか展開もね、ありえるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、多分こちらはね、コンセプトアートだと思われます。まあ、前回もね、ありましたよね。だからこれとはまた別で、おそらくアートワーク、要はジャケ写みたいなのがね、あると思います。配信のさ、ね、楽曲のね、画像みたいなのがあると思うんで、ね、6月17日、ね、楽しみですね。もうあとすぐでございます。で、ここからちょっとね、お話ししていきたいのが、みんなさ、どう思う？これ、やるよね。ネクストバイラルアーティスト、6月9日、和歌山公演で、ラブトライアングル。やると思いません？まあ、ね、やらないって思う方もいると思うんです。解禁前だし。でも、僕はね、やると思うんですよ。だってね、ネクストバイラルアーティスト6月9日以降にですね、ウルフハウルハーモニーの出演の予定っていうのが今んとこないんですよね。で、この、要は7月までね、あるんですけれども、一応今んとこネクストバイラルアーティストで、この間でウルフの出演枠っていうのが増えるかと言われるとないと思うんですね。7月以降ならあり得るんですけれども、でも、ないと。今んところ。ってなってくると、6月9日にやるっしょって。だって、大舞台だもん、ネクストバイラルアーティストホールっていうね。やらないわけないよねって思うんです。だってやらないんだったら、6月1日に情報解禁する必要ありますか？ラブトライアングル。これはやるから、6月9日にパフォーマンスをするから、6月1日に解禁をしたというふうにね、僕は考えているんですけれども、まあ、あくまでね、これはもう推測に過ぎません。あくまでね、何の証拠もない、推測にしかないんですけれども、まあね、だから6月17日がリリース日なんで、6月9日リリース日前じゃないですか。だからやらないっていうのも全然考えられるんですけれども、やっぱこう6月リリースで、ね、この先まあイベントどこにね、ウルフが出演するかってちょっと僕把握はしてないんです。すいません。ね、そこまではね、入れてないんですけれども、とにかくネクストバイラルアーティスト大きなね、ステージでやらないっていう話はないのかなって僕は思うので、うん、6月9日ちょっとね、聞けるんじゃないかなって、うっすら期待しながら行きたいなと思っております。というわけで、まあ皆さんね、6月17日、ラブトライアングルリリースということでね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。まあこれだけでね、終わるとちょっとね、寂しいんで、動画的にも。ここからはですね、まあ前回のネクストバイラルアーティストで撮ってきたお見送り会のね、まあフル映像を YouTube にね、投稿したんですけれども、それを見ながらちょっとね、ああだこうだ、ああだったね、こうだったねってお話をしていけたらなと思っております。皆さんね、お付き合いください。どうぞ。はい、というわけで、それでは早速ネクストバイラルアーティストネオエグお見送り会ウルフハウルハーモニー in 大阪のね、映像フルでね、撮ってきたやつ見ていきましょうか。3、2、1、再生のポッチョン。さあ、というわけで、まあこれですね、すぐ始まるんですよね。10分後から終演からもうすぐ始まると。で、こうやってね、通路に出てきてですね、練り歩くというようなですね、お見送り会というふうにね、なっているんですけれども、いや、まあこれね、何が大変かってね、まあ撮るの大変だよね。まあ自分の近くに来た時だけ撮りゃいいかなって思ってたんだけども、でもなんか雰囲気収めたいなって思ったんで、こう始まるところから撮ってたんですけれども、なかなかね、こう大変で、ね、もう本当に皆さんね、温かく、ウルフのことを迎えて、なんだったらね、うぎゃーですよね。うん。で、映像切り替わりましたね。もうかなりね、こうやってね、近くまでね、来るんですよね、すぐね。まあ僕の座席的にもね、近かったっていうのもあって、序盤にね。で、まあ、声をね、かけていくわけなんですけれども、ここまで近くにいるのに、声かけてもなかなかね、気づいてもらえないというか、まあね、それはそうなんですよ。もう本当にメンバーのみんなも、いろんなところをね、向いていかなきゃいけないというかね、僕だけじゃないんでね、それはね。うん、当たり前なんですけれども、こうやってね、いろんなところにね、こう、ね、こう対応するというようなね、感じになります。こっち行くね、と。クック言ってますけれども、さあ、ちょっと今クック気づいたかな、若干今気づいたかな、おって言ったけどねそう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 、まあ分かんないんだよね、こうどこで気づいてくれてるかっていうね。で、結構ギー君がね、また近くまで来てくれてみたいな感じ。このね、間もこれ端っこまで行ってみたいな、後ろ行ってみたいな、後からだいぶ、だから中盤ぐらいかな、ここまで来たの、ギー君がね。そうそうそう、いや、いいね。こうやってね、もう一人一人ね、こうしっかりね、まあ対応できるところで対応していくみたいな感じですよね。で、まあ、
あの問題のねシーンがそろそろやってきますよ。ほら次の瞬間ということで、さあこうやってきたよ、おいということで、いややっぱさ一個ギア上がるんだよね、ギー君の声がね、ギー君の声一個上がる。でちょっとこっちもね気づいてくれたみたいな、2回目みたいな感じでね振ったんですけど、カメラね。で次はだからギー君が結構ね先行くんだよね。でさ他の3人は後ろからちょっと遅れていくみたいな感じですよね。うん、ギー君結構ね、うん、歩くの早かったで次こっちかみたいな。で多分ねメンバーもあんまりこうどこを通るかっていうのはね把握せずに結構ね、先導についていってるみたいな感じではありますかね。でこう涼二くんがねこうわーっと行ってね、あんまり多分時間も押せないんだよね、時間も決まってるんだと思うんでね、だからこうスピード上げたりちょっとゆっくりになったりみたいな感じでね、うん、そうそうそう。で次クックだよね、この瞬間でね、まあねすごいよね、この絵が嬉しいよね、名前も呼んでくれて。いや編集何やってんねんいやいいね、いやだからこれねマジびっくりしたんだよね、もうほぼほぼねなんかでも気づいてくれないんじゃないかって、自分の座席的にも真ん中付近だったんで、端っこだったらね余裕だったんだけれどもね、内側だったからなかなかむずいんじゃないかと思ったら、意外とねこう見つけてくれたみたいなのがあるんでね、うん、で近くに来る時がやっぱ勝負だよね、うん、いやだからね結構ね頑張ってよかったなと。でギー君がまた目の前に来たから頑張ってねゲーって呼んだけど、やっぱこう向いてる方向とかね、あとはこうどれだけ声量出すかっていうね、周りもやっぱ声出してるんでなかなかねこう声が通らないっていうのもあるんだと思うんですけどね。で次涼二くんがね来て、さあシーンがありますよ次の瞬間ということで、わっってでもう完全にやるぞって、もう目線で合図したからね、ゴーまさかだよね、本当にこれをねこの満面の笑顔でやってくれるって嬉しいよね本当にね。でクックって呼ぶんだけどね、なかなかねやっぱね。でラストなんだよね、こうスー君をね何としても捉えたかったんだけれども無理だったんだよね。いやーちょっとこれが悔しいところであるんですけども、でちょっと遠くにね行って、まあ全体的な様子をね収めさせていただいたということでね。まあ本当はねこれ会場に映ってる皆さんねモザイクとかかけた方がいいのかなって思ったんですけど、なかなかモザイクかけるの大変だからさ、ちょっとごめんなさいって言ったところはあるんですけれどもね、まあ記念ということでね。いやーでまあ楽曲もね流れててっていうようなところではありますよね、雰囲気ももうウルフ一色だからね。まあこれもうねいろいろな人思ってるのかもしれないけど、まあウルフというかネオエグザイルだけなんですよね。ねこれはちょっとね個人的にもどうかなっていうのは思う、うん、オクトパスだったりとかワトウィンの皆さんもね、お見送り会してもよかったんじゃないかなっていうのはあると思うんですけど、まあまあまあこれにはいろんな事情があるんでしょうきっと、おそらくっていうねところですよね。うん、まあまあまあそこはまあノンタッチでいきましょう。うん、だから、まあ、次僕和歌山ね行く予定なんですけれども、これ多分おそらくウルフとキッドになりますよね次ね、ネオエグザイルのねグループが2グループいるんでね、ってなってくるとまたちょっとね雰囲気も変わるんじゃないかだったりとかねありますよね。はい、終わりました。はい、というわけでですね、まあ、今回はですねこんな感じで終わりたいなと思っておりますけれども、6月17日ラブトライアングルのリリース、むっちゃ楽しみですね。それではまた次の動画でバイバイ。